Illustration Radio by Tamurapan. どうも、田村パンです。皆さんいかがお過ごしですか？ご無沙汰しておりました。いよいよ、お犬の話後編でございます。すいません、突然。まあ、ここに至るまでにね、ちょっと時間が空いてしまいましたが、そこには理由がないような、あるようなという感じであります。まあ、さて、前回、お犬の話前編、その後、中編、後編、あるかなという感じだったんですが、後編に行きたいと思います。一応、このイラストレーションラジオは、一発撮りをするというのをモットーにしてるので、できればそれで攻めたいと思いますが、もし、撮り直してたらごめんなさい。でもそこはきっとわからない。わからないようにするから。というわけで、まあ、お犬の話ね。ちょっとよくわかんないって人は前編を聞いてから、お犬の話の前編を聞いてから、こちらをぜひ、この後編をぜひお聞きください。まあ、お犬というのは私が飼っていた、青という犬の話ですね。犬のことですね。そんなこんなでずっと一緒に暮らしていたわけなんですが、まあ、時が経つにつれ、お互い年を重ね、で、やっぱり、まあ、今まで幾度となく奇跡の復活を遂げてきた、青だったんですが、もうなんかね、満身創痍って感じで、もうどこも悪いとこないんじゃないかぐらいの感じだったらしいですよ。獣医さんから言わせると。でもまあそんな青が奇跡の復活を遂げつつも、やはり、その時はどんどん近づいてまいりましたみたいな感じなんですけど、まあさあ、最後の1年弱、1年もまあ経ってないかは、本当にね、介護って感じで、もうほぼ付きっきり、全く泣かない青だったんだけど、多分ちょっとね、よくわからなくなっちゃったりとか、多分いろんなこと忘れ出して、おトイレも絶対間違えない子だったんだけど、おトイレも少しずつ、こう、間違えた場所でするようになったり、違うとこでしちゃったりとか、そういうのが増えてきて、なんとなくいろんなことを少しずつ忘れてって、でも、だから泣くようになったの。すごく、ワンワン、ワンワンっていうか、ふやふやって、もうそれは昼夜問わず。で、私のこうお腹の上に乗せると泣き止むから、なんかこう、私もこう、なんでの？もう寝ると思ったら泣くから、はい、抱っこして一緒に歌たねというか、ああ、寝るって思ったらまた泣くから抱っこしてみたいな、そんな感じで、過ごしてましたね。だから、なんか細切れ睡眠。もう、1時間ごとって感じじゃなかったですね。結構もう15分間隔ぐらいで起きちゃって、青がね、起きちゃって泣き出しちゃったりして、だから、その度に目覚めてみたいな感じをやったりしてましたね。懐かしいな。で、なんかこう、結構こう、歩くのもヨタヨタしてきたり、あとちょっと頭がボケちゃっててか、あれで、なんか突進したりするようになっちゃったんですね。で、結構家では本当に放し飼いみたいな感じで飼ってたんですけど、危ないから、こう、家にゲージを作って、もう家のほぼ埋める、なんかこう、牧場地にある柵みたいな感じで、家の中にそういうのを建てて、それで、その横にベッドのマットレスを置いて、で、
まあ、柵の一辺はこう開けといてさ、そこにマットレスを置いて、こんな私がこうやって寝てるじゃない。それで青がヒーヒーって泣き出したら、そのままゴロンと転がって抱きしめられるように、ちょっとこうちょっと横着な感じなんですけど、システムとしてはそんな風になシステムをなんかリビングに作ってって感じのことやってましたね。で、だんだんご飯も食べられなくなってきたら、こう注射器のさ、ああいうスポイトみたいなのであげたりもしてたねっていう。なんかやっぱりすごく元気な時はやっぱどんな老後になるとかそういうことが想像つかないから、まあ、つかないというかつかなかったんですけど、まさかあんなにわーわーって泣くようになるとは思ってなかったし、なんかこう歩けなくなっちゃったり、ちょっと粗相が多くなって、もう毎日お花畑みたいな今日もお花畑が、粗相のお花畑が広がってるみたいな感じでそんな風になるとは思ってなかったですけど、まあでもそれはね、一緒に暮らしてきた私の、あの最後のなんていうの、最後までできることだから、まあ今思うと全然、はあ、大変だったなぐらいなんですけど、当時は多分もっと大変に思ってたのかもしれませんね。でも忘れちゃうぐらいだから、忘れちゃうって、その大変だってことを忘れちゃうぐらいだから、なんだかすごくきっと我々はいい時間を過ごしたんじゃないかと思ってるんですよ。あとなんかこうウィンウィンウィンとかって泣くのも、あ、青がついにやっと犬となったみたいに思ってさ、よかったね、今までちょっと無理してたのみたいな、でも解放されたならよかったよみたいな風にも思ってたね。そうなんですよね、なんというかなんですけど、まあ寂しいっちゃ寂しいよね。でさ、なんかここで、まあお犬の話だから最後まで話させてもらうと、ある日さ、まあ家に帰って、でいつものように、まあもうお水も飲めないから、ちょっと帰ったらすぐこうお水をさ、あの舌とかを濡らしてあげたりして、でそれでへーへーとかって言ってて、でやっぱその日もお尻とかがね汚れちゃってたから、こう洗面台にちょっとお湯張って、ジャブジャブジャブってお尻をこう洗ってたんですよ。そしたらヒュイーとか言って、私がその抱っこしてジャブジャブってお尻洗ってるその手の中で最後の時を迎えました。だからもうびっくりしちゃって、あれあれあれとかって、最初あれあれあれびっくりしたね。でもそのちょっと意味わかんない雰囲気から、あ、これはと思って、まあ、すぐ救急も行ったけど、その時はもうあれだったから、もう一緒に家に帰ることにして、そのままって感じなんですけど、だからまあさ、抱っこしてる時にさ、ヒューって言ったから、なんか良かったよね。その瞬間は私本当に余計なことをしたと思った。なんか、あ、なんかお水あげなければよかったのかなとか、なんかそんなお尻なんて洗う必要なかったんじゃないかとか、すごい思ったんですけど、まあ次の日ずっと見ててもらってた、かかりつけのね、獣医さんのところで、の先生のところにも一緒に行って、で挨拶させてもらって、で私がすごいその昨日したことを、お風呂にっていうかお尻を洗ったことを悔やんでるみたいなこと言ったら、もう全然そんなの普通のことだからとかってすごい言ってくれて、よかったねよかったねって言ってくれるの、みんな。だからそれがすごい嬉しかったですよね。はっちゃんよかったねとか、田村さんよかったねって、なんかね、
なんか死んじゃったんだけど変な感じですよね、よかったねとかって、それでそれにしても変な犬だったよね、はははみたいな。まあ実際そのちょっと、肺高血圧症っていうすごい病、もともと心臓も大きかったみたいで、もう心臓と肺のあれでその肺高血圧症っていうのになっちゃったんですけど、なっちゃってからちょっと症状がどんどんひどくなったんだけど、でも1ヶ月ぐらいだと思ってたって、その先生は。でもね、そっから1年近くね割とこう生き延びてサバイブしてたっていうか、エンジョイしてたんですよね、青は。なんか本当にね、変な犬。なんか自力があるというか、まあ見習うとこいっぱいあるなって思っております、青に関しては。で、なんか、その、ある人は、その、青ちゃんは絶対幸せだったと。まあ、みんなさ、いてくれて嬉しいよね。でもその動物は意外とケロッとしてるんだから、なんか人間が勝手に引きずっちゃいけないんだよねとか言ってくれて、あ、確かにそうだなと思う。まあそう、何日か経った後にね思いましたね。そうで、なんかそのちょっとさ、亡くなったっていうか、死んだ当日はこう一緒に寝て、でまあになんか2日ぐらい一緒に置いといても大丈夫だよってその獣医さんが言ってくれたから、まあお花とともになんかこうさ、酔っ払いが一升瓶抱えるみたいなポーズをとって、なんか氷とかを抱かせて一緒にいたんだけど、まあいよいよ最後のまあお別れっていうか、そういう日になんかこうやってさ、顔をずーっと見てたら、無性にまあ手形は取った方がいいかなというか、取りたいなって思ってたの。でも無性に花形も欲しくなって、なんかあと1時間でその焼き場の人が来るみたいな、その迎えに来てくれるみたいな時に、急いでなんかあの粘土を買いに行って、でその青の鼻にねグッグって押し付けて、その粘土を、で花形のついた箸置きみたいな感じのものを5つ作らせてもらったの本当にね迷惑な飼い主だなって思ってると思うんですけど、すっごい可愛いのができて花形取らせてもらった。動けないのをいいことにさ、キュッキュッキュッとかってやってね。まあでも私たちずっとそういう関係っていうか、そういう感じだったから、日々が。だからまあ青も理解はしてると思われますね。そんでもってまあみんないろんな人にさ、お世話になった人とかに連絡したら、みんながそっかそっかとかって、本当にこれまたこの時もみんながよかったねよかったねって言ってくれて、本当に青もよかったって思ってくれてたらいいなと思っておりますね。え、だから本当に縁があってきた私のお犬青だったんですけど、まあ、こういう機会ってあるんだと思う、やっぱ人生の中で。でもし今動物飼ってる人とかさ、これから欲しいなっていう人は、絶対その一緒にいることになった命の縁っていうのを共に全うしてほしいなって思うし、本当に飼えない、ちょっとでも飼えないっていう想像をしちゃう瞬間があったら、絶対に飼わない方がいいと。だって相手も生きてるから、何が起きるかわかんないし、私も生きてるから何が起きるかわかんないでしょ。でその獣医さんのかかりつけのところの先生たちも言ってるけど、ほら自分がさ先に病気になっちゃったりして飼えなくなるとかも絶対ありえるでしょ。だからそうした時に、じゃあその一緒にいる子たち、ペットとかそういう子たちをどうするかっていう
ちゃんとその面倒見てくれる当てがちゃんとあるのかとかさ、そういうとこまでの想像力をこう持って飼うときとかは決めるべきだなと思いますね、思っております。まあそんなこんなで青は本当にめちゃめちゃいい天気の、もう何なのこのいい天気、この青い空、あ、もしかして自分の名前にかけたのみたいな、そんなすごい日に行ってしまいましたが、でもなんか我々最高だったねってすごく思ってる。なので青もそうやって思ってくれてたらいいなって私は願っておりますねえ。今呼びかけてみました。まあそういう感じです。だから突然我が家に、私の元にやってきた青ですが、まあありがとうしかない。私の人生を、そう、田村パン人生ほとんど一緒にいたって感じだから、一緒にいてくれてありがとうという感じです。あ、今日結構長く話しちゃったから、ちょっとイラストとの兼ね合いが大丈夫かなって思うんですけど、約16年生きた青、5歳ぐらいの時にうちに来たから、11年ぐらい一緒に過ごしたぐらいの青ですが、2020年、一足先に新たな楽しそうな旅に出ていった青のお話でした。このことは2020年年末のなんかインスタとかツイッターの投稿にもちょっと書いてるので、もし気が向いたらそれも読んでみてください。あとライブとかグッズで作らせてもらった公私混同お犬 T シャツなどなども、皆さん持っていらっしゃる方いらしたら、ぜひ引き続き楽しんで使ってもらえたら嬉しいと思います。今日はまあすごく個人的なお話の日でしたが、そうだな、そうだねとなんか思えるような、そんなこのラジオだったらいいかなと、よかったなと、いいなと思っております。というわけで、じゃあ今日はこの辺で、皆さんいつもありがとうございます。それでは